巨大不明生物上陸。はい、どうも、いつだってギワチンです。はい、今回ですね、こちら、モンスターアーツ、シンゴジラ、第2形態、そして第3形態をレビューしていきたいと思います。はい、ついに僕の家に上陸しました。箱自体結構かっこよくて、ゴジラっていうデザイン、こちらに第2形態、そしてこちらに第3形態がありますね。そして裏側はこんな感じですね。こちら造形は映画で使用された 3D データを元に立体化したと。そしてサイズもこちら以前に発売された第4形態に合わせて作られているんですよね。原型制作はこちらの3名の方の共同制作なんですよね。いや、楽しみ。では早速開封していきましょう。なんかすごく箱がかっこいいんですよね、今回。お、こっちかな。いきますぜ。ほっ。おー、なんかめちゃくちゃシンプルでめちゃくちゃいいぞ。よいしょ。お、意外とちっちゃい。はい、こちら前向き。こちら左側。後ろ側。そして右側になります。ではね、まずは第2形態から見ていきましょう。ゴジラ第2形態、通称鎌田くんなんて呼ばれ方もしてますけど、まさかね、これが登場した時はね、これがゴジラだとは、皆さん思わなかったんじゃないですかね。もう少なくとも僕はこれ敵怪獣なのかなと思いました。まず第一印象としてめちゃくちゃちっちゃいです。どれぐらいちっちゃいかと言いますとね、以前発売されたゴジラのガチャポンと比べても、あんまり変わらないと。それぐらいちっちゃいとね、可愛いんですよね。はい、こんな感じ。まあ、第4形態に合わせて作られたので、これぐらいの大きさなんでしょうけど、まずは顔。いやー、鎌田くんらしさが出てますね。非常に可愛らしいです。口の可動範囲は、結構開きますね。わー、かなり開きます。わー、迫力ありますね。この歯の塗装なんかも結構素晴らしいですね。第4形態の時は結構彩色がね、悪いんじゃないかっていうね、評判もあったんですけれども、こちらは問題ないかと思います。そして頭自体も結構こうね、動きますね。だから、おー、取れますね。可動範囲はこれぐらいですかね。こう上向いて叫ぶこともできると。そしてこの首のあたりね、劇中ではここからね、体液をこう排出しながら歩いていたあのシーンは本当にこう衝撃的でしたよね。そしてこの肉がむき出しになっている、このあたりのグロテスクなところもバッチシかと思いますね。ここの首に関しても、回りますし、縦に動かすことも可能です。この退化したようなね、前足、腕なんですけれども、これに関してはね、ほとんど動きません。そして後ろ足はこのように、結構稼働することが可能となっております。こう内股にしたりとかね、外側にこう向けたりとか、あとここの辺もこう若干回ったりするので、このようにね、立たせて標準ポーズを取らせたりとか、こう足を折りたたんで前傾姿勢を取ることもできます。いや、この手のひらに乗るあたりがね、すごい可愛いですね。このハス柄みたいなブツブツとかちょっと気持ち悪いんですけれども、この辺のグロテスクというか生々しい感じがすごくうまく表現できていると思います。尻尾ですが、結構ね、稼働するんですよね。一個一個ね、関節がついていまして、こんな感じで蛇のようにうねうね、こう動かすことが可能となっております。まあ、動き方もこう、蛇のようにね、蛇行してましたから、その辺がね、うまく再現できていると思います。そして背びれも細かく、丁寧に、一個一個作られてますね。この赤いのも本人の体液なんでしょうけど、非常にグロテスクで気持ち悪いですね。褒め言葉。はい、こちら第2形態となりました。では次は第3形態を見ていきましょう。こちら全高約13センチとなっておりまして、先ほどの第2形態と比べてもね、だいぶ大きいですね。ボリューム感があります。まず表情。表情はほとんどこの第2形態の鎌田くんと同じなんですけれども、この口の開き具合。こちら第4形態を彷彿とさせますよね。うわー、迫力が半端ないですね。はい。うわー取れますね。下顎は取れることが可能で。上顎もこれ頑張ったら取れんのかな？でもなんか硬いですね、こっちは。せっかく外したので見ますが、このね、歯の一個一個にこう、細かく彩色されておりますね。これは第4形態よりもかなり丁寧だと思いますね。愛くるしい。閉じた方が可愛いね。そして首も結構自在に動くことが可能ですね。一回転することもできます。恐竜みたいな首ですね。そして腕。こちらティラノサウルスのようにかなりちっちゃく退化しているんですけれども、これはね、微妙に動かすことができますかね。第2形態同様、エラも結構グロテスクですね。生々しい。本当に、こんな感じになっております。色味はね、第2形態よりも若干こう、暗くなったって感じですね。そして下半身に関しては、第4形態を彷彿とさせる、ずっしりとした作りになってます。ただここのブツブツ、ハスコラを見てるようなね、ブツブツ、ここはね、本当に気持ち悪い。で、足も結構動きますね、これに関しては。第2形態ではあまりも動かなかったんですけど、こんな感じでね、左右に開いたりとか、前後にこう回したりとかも
できます。そして足、こちらもね、肉食獣のティラノサウルスみたいなね、恐竜みたいな足をしてまして、この爪の彩色も、素晴らしいですね。そこから尻尾も先ほどの第二形態同様、一個一個にこう関節がついておりまして、うねうねと動かすことが、可能です。縦にもこんな感じで動かすことは可能となっておりますね。なんだろう、サバの塩焼きみたいな色使いですねそしてこの先、わかりますかね、微妙に顔っぽいんですよね。この先端とかうまいですね。骸骨のような不気味な顔がもうほんのわずかですけれども、わかるようになっております。そして背びれも第二形態より大きくなりまして、ゴジラ感が出てきたって感じですね。第二形態と比べるとこんな感じですね。いや、この辺の色使いとかね、カルビとかハラミ見てるような感じですもんね。第三形態はこの第二形態がピタッとある時止まって、こう直立してこう大きくなったという感じなんですよね。あのシーンは結構衝撃的でした。こんな感じで、首が結構動くので、首をこうね、下に下ろしてスッと不気味に佇ませることも可能ですし、進化した時みたいに上に向かってね、こう叫んでいる状態、こんな感じも作ることが可能となっております。なのでこう劇中のね、動きをこう再現することも可能なんですよね。横を向いたりとか、こういうポーズも取れたりとかできますね。ではこちらに第4形態を加えたいと思います。ズゴン、見えない。はい、こんな感じですね。ここまでやはり大きさが違うかって感じですね。本当に親子みたいな感じなんですけれども、第4形態が 118.5m、 そして第3形態が 57m、 ちょうど半分くらいなので、まあサイズ感はぴったりかなと思います。いやー、すごいな、これ。こんな大きさ違ったっけって感じですね。はい、いやー素晴らしい。まあ、第三形態だったら、自衛隊とかでも対処できてたかもしれないですけど、まあ、これはもう無理ですよね。ま、こうやって見ると、こう、第四形態の黒さがわかりますね。際立ちますね。こんな感じで並んで口を開けるとね、圧巻ですね。ゴジラ家の恵方巻き。やはりこうやって第四形態とこうやって一緒に並べるのがね、醍醐味かなと思いますね。はい。これぐらいの違いがあります。こう、すっぽりね。入ります。こんな感じで食われちゃいますね。はい、というわけで今回はシンゴジラ第2形態第3形態をご紹介させていただきました。いや、本当に今までのモンスターズゴジラシリーズとは一色のね、フィギュアだと思います。生々しくてこう恐竜っぽい、こうやってぐる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 、こうなんかね、蛇のように動かすことができるとね、ぜひね、第4形態と一緒に並べてあげてください。今後こちら第4形態の覚醒バージョンも購入予定ですので、その時もね、レビューしますので、よければ見てください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価を押していただけると幸いです。それでは失礼いたします。バイバイ。